2023年キノコ取り9月第45週山に行ってみた2。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は9月の第4週に入ったところです。先週とほとんど変わらないと思いますが、何か新しい発見をお見せできるかもしれません。また暑さが戻るという話もありましたが、気温はキノコたちに味方するように下がり続けています。雨も同じく味方してくれています。やっと本来のキノコにふさわしい気候になってきました。また珍しいものを見つけました。銀鎧装です。これは自身で葉緑素を持たないためこんな様相をしています。高さが10センチくらい。菌類に寄生して共生関係を保ちながら生活しています。大きくても15センチくらいなので、これはほぼ大人で、頭をもたげて花が咲くと色がついてきます。植物でキノコではありませんが、幽霊竹の別名があります。5日経ちました。花が咲きかけて少し色づいてきています。花が咲くともう少し頭が持ち上がって先が紺色になります。赤松とコナラの混成林にやってきました。赤松の周りに何か群生しています。結構たくさんあります。大きいものは傘の径が10センチくらいあります。これは黒泡竹、食不敵です。根には全体に網目があり、若いうちは絵が白い時もあります。観光は褐色、触ると褐色から黒に変色します。網目模様に惹かれて食菌と誤解されがちですが、食不敵です。目立たない姿をしていて、絵全体に網目があり、おまけに群生していればつい手を出しそうですね。このように食菌と誤解されやすいキノコは結構あります。わからないものや、おやっと思ったら取らないのが得策です。もう褐色に色が変わってきています。持って帰って家に着く頃には黒く変化して少し異臭がするはずです。こちらは前回ご紹介した頬紅白足口、食です。絵と傘の色合いが違いますね。暖かいので虫が入っています。傷つけると褐色に変化します。傘にぬめりがあります。これは何でしょう。傘は茶色、絵は紫色をしています。根元が膨らんでいます。傘の裏も紫です。傘が茶色なので、ひだも茶色ならぬめりささ竹、食ですが、どうやら違うようです。傘の裏が紫なので河村風船竹、食です。これは食感が良いキノコです。今回はマタタビを発見しました。
実は先が尖っていますし、梅雨に葉が白くなるので当たりがつけられます。好きな人は集めてマタタビ酒を作るそうです。その際は虫食いが良いと聞きます。こちらでは卵竹、食が終わりを迎えようとしています。列を作ってどこへ行こうとしているのでしょうか。腰筋もありますが、背筋は傘の径が10センチくらいあります。朝晩の気温が低くなって虫が少なくなってくると、キノコたちは綺麗な姿を見せてくれます。一生懸命来年に向けて命をつなごうとしています。赤色の傘には上線があります。ひだと柄は黄色で、柄にはまだら模様があり、つばがあります。足元には名前の由来である大きな壺があります。傘に白いイボがあって、柄やひだとつばが白ければ紅天狗竹毒です。姫紅天狗竹毒は柄が黄色なのでもっと間違えやすいと思います。同じ仲間に北孫竹食があります。北孫竹食に似たキノコで、卵竹もどき毒があります。傘に上線がなく、つばが白いことで区別がつきます。斜面の端に立つ赤松の根元です。アミタケ、ショクとオウギタケ、ショクの腰筋を見つけました。いよいよアミタケ、ショクのシーズンが到来しました。あと5日から1週間で大きくなります。群れを成しているので収穫が期待されます。畑しめじ、食の様子を見に来ています。昨年はこの時期、青菌を収穫できています。発生はしていますが、まだ傘が 1.5 センチくらいです。7から10日遅れくらいでしょうか。どうやら規模は大きくないようです。次回に期待して見置きします。こちらでは乳竹食が出ています。比較的わかりやすいキノコだと思います。傘が赤褐色でビロード状、中央がへこんだロート型です。どなたもご存知でしょうが、傷つけると白い乳液が出ます。柄は忠実でスポンジ状です。裂いてみます。乳液は触るとベタベタします。ご覧のように中は詰まっています。北側に回ってみました。こちらではアミタケ食が大きく育っています。黄色く見えるので判別しやすいです。ただし場所によってぬめり口、周囲に似た色の時があります。これくらい大きいものはめったに見かけません。このキノコは結構群生するので、小型であってもまとまった収量になります。小型なので地面に近いため、虫がつきやすいのが難点です。もう少し後に発生するものの方が良い状態が多くなります。
傘は黄色から薄茶色で、柄は忠実で黄色です。このキノコは近くに松が必要です。これに似た毒キノコは少ないと思います。触っても傷つけても変色しません。同定しやすく味や歯触りも良いので好きなキノコです。このキノコは茹でこぼすと全体が紫色に変わります。他のキノコが混じっていてもすぐに判別できます。たくさん取った時は一つ一つ確認するよりこの方が早いです。短期保存の場合は煮汁を捨てて袋等に詰め冷蔵庫に入れます。長期保存の場合は瓶を煮沸消毒してから煮汁ごと保存します。煮物、汁物と何にでも合います。お正月まで保存すれば大変重宝すると思います。2022年キノコ採り、舞茸は奥山でなくとも採れる煮で、アミタケ、食の下処理動画を投稿しています。よかったらそちらもどうぞご覧ください。近くに白鬼竹、毒がありました。傘の大きさが15センチくらいです。柄は白。傘の下には白いツバがあるはずです。私の手と比べると大きさが想像できると思います。近くに同じくらいのものがもう一つあります。これを食べる人はいないと思いますが、胃腸や神経系の毒を持っています。匂いを嗅ぐ人もいないと思いますが、食菌とは違う臭い匂いがします。別の赤松の根元ではぬめり口、注意が顔を出しています。このキノコは基本茹でこぼして食べますが、私はそれでもお腹を壊すので食べる方は注意が必要です。茹でこぼすと煮汁は真っ黒になります。食べ方さえ間違えなければとても風味の良いキノコです。松があれば結構早い時期から見かけます。高さは低く、傘は赤褐色でぬめりがあります。ぬめりで手が大変なので軍手をしています。観光は黄色、白っぽい絵に褐色のツバがあります。観光はアミタケ色に似ていますが、傘や絵は明らかに違いますね。これに似たキノコで乳やわたけ、注意があります。こちらは傘の色とぬめりは同じです。絵はツバがなく黄色で、観光のあたりに黄色の乳液が出ます。ぬめり口、注意同様、食べ方に注意が必要です。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。